さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は7月20日の土曜日、東京両国国技館にて行われた WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、中谷潤人選手対ヴィンセント・アストロラビオの一戦の試合結果振り返りをしていきたいと思います。試合結果へのネタバレに触れていくので、まだこの試合を見ておらず結果を知りたくないという方は一旦ここで動画を止めて試合を見てから戻ってきていただければ幸いです。ということで、いやーもうマジですごかったですね。早速結果からいきますが、この一戦の試合結果はチャンピオン中谷潤人選手の1ラウンド KO 勝利、 WBC ランキング世界1位の指名挑戦者ヴィンセント・アストロラビオに文字通り何もさせず3分以内、最後は左のボディストレートをねじ込んでの KO。まあ、この挑戦者アストロラビオもわざわざ日本まで来ての世界挑戦ですから、なんとか頑張って立とうとはしていたんですが、まあ、あれだけまともにボディが入っちゃうと呼吸もできないし体に力も入らないし、もう本当に地獄の苦しみですから根性とかだけではどうにもならないダメージがあったんだと思います。てかあんなボディショットを第1ラウンド、まだ間合いやタイミングの探り合いをしている段階で当ててしまうっていうのがやばすぎるんですよ。まあ、相手も別に4回戦の試合に出てくるカマセイヌファイターとかじゃないですからね。まあ、アストロラビオは全盛期を過ぎていたとはいえ、あのリゴンドーに勝ったことがあって、さらに元チャンピオンのモロニーとも互角の勝負を演じ、直近の試合ではタイのトップコンテンダーナーポーンを相手に敵地まで乗り込んで KO 勝ちをしている世界1位の選手ですから、それを初回であの倒しっぷりっていうのは、いやまあ本当にただ強いという言葉だけでは物足りなくなっちゃう、いわゆる特別な選手。まあ、英語だといい選手のことはグッドファイターと言って、もっといい選手のことはグレートファイターで、さらにその強さを強調したい時にスペシャルなんていう言葉を使いますけど、本当に中谷選手はスペシャルな選手、特別な選手に間違いありません。まあ、1ラウンド KO ですからね、試合が短すぎて特別内容を振り返ることもないんですが、やはりこの短い時間の中でも長身サウスポーの利点を生かした間合いの取り方はえげつないし、まあ相手からしたら、え、その距離からジャブが伸びてくるのとか、ストレートが当たるのかよみたいなギョッとするような驚きがあると思うんですよね。しっかり重心を落とすことでパンチに体重も乗せられる上に、一番遠いところまで伸びる距離の長いストレート系パンチを打ててるというか、最後のボディストレートも直前右のジャブで相手のガードを固めさせ、この自分のガードによってアストロラビオは視界が覆われてるんで、中谷選手のボディストレートが来るのが見えていなかったというのもあると思うんですが、その上でやはりあのリーチを生かしたストレートの伸び方というか、アストロラビオの方からしたらあそこまで深く突き刺さる想定はできていなかった、そういうのもあるからあれだけ効いてしまったんではないかなと。まあ、本当に語彙力がないんですが、強かったなという、それぐらいしか言葉が出てきませんよね。まあれだけタフなアストロラビオを1ラウンドで沈めちゃうっていうのはもう完全に僕の想像の上をいかれました。で、中谷選手は今回の試合後インタビューで、まあ、というかなんなら試合前からずっとバンタム級で統一戦をやりたいと発言していますが、この指名挑戦者を退けた今、次こそ他団体チャンピオンたちとの統一戦は実現するのか、現在のバンタム級は主要4団体すべてそれぞれ別の日本人ファイターたちがタイトルを保持しています。バンタム級の WBA チャンピオンに君臨するのはモンスター井上尚弥選手の弟としても知られる井上拓真選手で、 WBC チャンピオンは今回見事な初回 KO 勝利で初防衛に成功している中谷潤人選手、 IBF チャンピオンは対戦当時階級最強とも見られていたあのエマヌエル・ロドリゲスに番狂わせの大金星を掴んだ西田亮介選手、そして WBO のチャンピオンは元キックボクシング K1 の世界チャンピオンでボクシング転向後たったの9戦で世界を取ってしまった武井良樹選手。もう本当にバラエティに富んだチャンピオンたちというか、 WBA チャンピオンの拓真選手はスピード総合力に優れた
非常に優秀なテクニシャンという印象だし、そもそも直哉選手の弟としてモンスタークラスのトレーニングを小さい頃から積んできているボクシングエリートで、 WBC チャンピオンの中谷選手はインでもアウトでも戦える怪物級の長身サウスポー、リングマガジンのノックアウトオブザイヤーも受賞したことのある倒しっぷりも魅力で、すでに主要メディアのパウンドフォーパウンドランキングトップ10にも入っていることを考えると、現時点で世間大半からバンタム級最強と見られているのはこの中谷選手なんではないかなと思います。で、 IBF チャンピオン西田選手はおそらく知名度や人気の面では他のチャンピオンたちに比べ一歩遅れを取っていますが、それこそ西田選手もたった9戦で世界を取っているし、その9試合の中身がね、たった3戦目で元日本チャンピオン、そして世界挑戦経験者の大森翔平選手に勝っていて、続く4戦目では元世界チャンピオンの比嘉大吾選手にも勝ってる。しかも世界を取った時の相手は先ほども言った通り当時階級最強なんではと言われていたイマヌエル・ロドリゲスですからね。この西田選手も長身のサウスポーで、しっかりレンジを生かしたアウトボクシングを仕切るという意味でのスマートな戦い方をさせたら一番美しいボクシングをする印象だし、その上でロドリゲス戦の時に見せてくれたインファイトスキルの高さね、まあ、KO こそ少ないものの、あの引き出しの幅、総合力を考えたら、実は西田選手こそバンタム級のダークホースになるんではと考えている人もいるはずです。で、 WBO チャンピオンの武井選手は史上初 K1 の世界チャンピオンとボクシングの世界チャンピオンに輝いた格闘技界最高レベルの人気スター選手、まあ、人気の面においては多分4人のチャンピオンの中でナンバーワンじゃないですかね。で、これまた武井選手も長身ロングリーチのサウスポーなんですが、同じサウスポーの中谷選手とも西田選手ともタイプが違う、まあ、元キックボクサーならではの独特の間合い、独特の距離感から独特のタイミングで体ごと突っ込んで打つ飛び込みざまの右フックが武器の変則タイプ、ちょっと教科書的なボクシングとは違うんですが、もうまるで鉄球を仕込んでるんじゃないかってレベルのパンチ力といったらえげつないし、一発で倒すパワーという点においては下手したら中谷選手よりも上なんじゃないかなと思わせてくれるロマン砲タイプですよね。まあ、本当にもう今のこのバンタム級戦国時代が面白すぎるんで、誰か1話ごとに一人一人のチャンピオン、あるいは一人一人のトップコンテンダーたちにフォーカスしたドキュメンタリーシリーズを作ってくれませんかね。まあ、各1話1時間で全8話みたいな。まあ、バンタム級はチャンピオンだけではなく、今回同じ興行に出た那須川天心選手もいるし、拓磨選手のタイトルに挑戦するんではと噂が立っている堤誠也選手、あるいは9月武井選手に挑戦することが決まっている比嘉大吾選手もいて、つい先日バンタム級の日本チャンピオンに輝いた増田陸選手なんかもいますよね。あとは東洋太平洋のタイトルを持っている栗原選手も次くらい天心選手をやるんではと言われていて、スーパーホープ酒井優太選手なんかもいるんですよ。日本の中だけで、しかも同じ階級内でこれだけ濃いボクシングコンテンツが作れるチャンスがあるってすごくないですか。まあ、本当にドキュメンタリー映画とかドキュメンタリーシリーズを撮りたいと思っているボクシング好きの日本人クリエイターの皆様、マジでこれはチャンスですから、人任せになっちゃいますけど誰かお願いします。いやー、まあ本当、しかし今回の中谷選手は強すぎましたね。なんか前回のサンティアゴ戦の時もそうでしたけど、ちょっと強すぎて引いちゃうみたいな。まあ、それこそ井上尚弥選手もバンタム級に上げた時、マクドネル戦、パヤノ戦、あとはロドリゲス戦、あの辺の頃はとんでもない勝ち方をするたびに寒気を感じていた記憶がありますが、それに近いものを感じました。本人も公言している通り、パウンド4パウンド1位を目指している中谷選手ですから、いつかはこの井上尚弥選手との直接対決も意識していると思いますが、ネクストモンスター中谷潤との牙はザ・モンスター井上尚弥の喉元に届きうるのか。その前にまず現在戦うバンタム級戦線で他団体チャンピオンたち相手にどんな戦いを見せてくれるのか、中谷選手の活躍も含め黄金時代に突入した日本ボクシングを今後目いっぱい楽しんでいきましょうね。もう本当、今回の興行は放送された全てのカードが KO 決着で、予定開始時間を繰り上げてすごくテンポよく試合を行ってくれたんで、まあ、こういう見やすい興行を作ってくれるっていう努力も日本ボクシング界の素晴らしい努力なんではないかなと思います。間違いなくこれからも日本のボクシング、世界のボクシング、ますます盛り上がっていきますから、皆さん一緒になってボクシングを盛り上げていきましょう。
ということで今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、今回話をしてきた WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、中谷潤斗選手対ヴィンセント・アストロラビオの一戦について、試合をご覧になられた皆様それぞれのご意見やご感想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ではまた次回の放送でお会いしましょう。